再生つ皆さんお久しぶりです。やったー、三六チャンネルの生放送がついに復活しましたよ皆さん ね, ねちょっと、まあ、まだ僕たちも若干ぎこちないところがあると思いますんでね、ちょっと今日ここでいろいろ固めていきながら、はい、今後のことも話し合いつつ、もし見てる人でこうなんかあ、まあ、生放送中できないかもしれないですけど、はい、まあ、言われてできるようなことがあればやったりとかして、もちろんぜひコメントをしていただいて、ツイッター、フェイスブックの生放送かのみです、今回は、はい、ちょっとその媒体についてもね、もし何かこう意見があれば聞かせていただければなと。どんな意見でもね、はい、ちょっとYouTube ライブでやってくれよとかね、はいはいはい、ね、ね、いろんなのがありますから。あとは LINE のビデオ通話で直でやってくれよみたいな。あなるほどね、熱烈的な人は欲しがりすぎちゃってる。放送じゃないじゃないですかそうよね、どっか一緒に飲み行っちゃえばいい、ね、さあというわけで、はい、早速何かどんどんやっていきましょうよ、うん、せっかくですからね。何がありましたっけ今回は、はいはい、企画会議、はい、これから、うんうん、今回この皮切りに、この生放送皮切りに、あの録画の普通に YouTube の録画してこう出すっていう短い動画とかもまたやっていこうかなと、うん、そうだね、いろんな、そう、ね、番組の再始動したいなと思っていて、じゃあいいよ、じゃあ早速、じゃあ僕らも出し合っていこうぜ、車で。そうそうそう、じゃあちょっとボードお願いします。山田君、ありがとうございます。山田君、帰りにちょっとあのカメラに手振って帰ってくださいニコッと笑顔を届ける、はい、ありがとうございます、ます。じゃあ、はい、できた人からどんどん行ってきましょう、はいはい、いいなと思ったら皆さんね、いいねコメントください。そうそう、はい、ガンガンいいよ、どんどんくだらないの、ね、やっぱりこう番組が良くなっていく感じがいいと思うんですよね、はい、キンちゃん早そうだな、はい、もうじゃあもうこれで行きましょうか、はい、ダーダン出演者の交代、おお早いしいせめて交代のなんかリスクを背負いながら何かで戦わせたいいきなり交代、そう、ゴチみたいな、ゴチ的なね、そうそう、いきなり交代やめてください。いきなりね、あの時の素敵なパフォーマンス、そして早いな、はいはい、分かったよ分かったよ、こうすればいいんでしょ、はいはいはい、ゴチじゃないですよ投げやらない、投げやらないで、投げやらないで、投げやらないで、無理ですやん、番組が良くなっていくためにどんどんなさないと。単純に、まあ、今までもやってましたけど、ゲストの方、はいはい、改めて出演、真面目なやつね、真面目なやつ、うん、あでみんなでなんかいい、ね、ご飯食べ行って、ご飯食べ行って、このいくらだろうみたいな感じで、ゴチゴチ引きずってんな、まだそっちのゲストじゃないんですよ、また引きずってんなそれゴチで分かってる、口で言え、口で言え、いい筆談しないでまだクビになった人出てきてないでしょあ、亀井中学校覚えてるよ、まあ、ありかなと思ってます。中学生、もう寝なさい、まだ早いわ、まだ早いわ寝なさい宿題やりながら見てるかもしれない、宿題やりながら宿題に集中しなさいいいじゃないですか、ありがとうございますね、ありがとうございます。読書感想文の代わりにこのライブ配信の感想書かれてます。なるほどねはい俺らも芥川賞A じゃない、あのそれ言った方がいいよすいません、すいません、面白いボケこっちもういい、もうみんな真面目にやらないの、企画全然出さない、俺じゃあいきますね、おー、いいよいいよ、これもうこのシーズンいいんじゃないですか、安倍花見大会、おあ、それどうですか、季節ごとのね、季節ごとの、そんな、ただなんか楽しむだけでいいの、いいんじゃないですかね、みんなも一緒に花見、落とし穴がありそうだ、なんかね、うん、これどうですか、まあ、ルールはちゃんと決めれば、はいはいはい、はい、花見とか季節に合わせるのいいよね、うん、季節ごとのやついいな、だってハロウィンとかやったことないでしょ、そうそう、今までやったことないですよね、仮装やったことあるの、個人プライベートで、あ、プライベートで、あ、プライベートでか、わかんない、仕事であるぐらいかも、仕事で、だから本気の楽しんでみる、やってみる、本気の、そう、やってみること大事だと思うんだよ、はい、銀さんの隣で、どうですか、今の花見大会あ、本当にいつでも僕のそば空いてます、いいですよね、1ポイントやった、花見大会いいんじゃないですか、花見大会、季節もいいな、出るね、あ、でもそっか、民謡とかあれをね、盛り上げるためにか、あ、これいいんじゃないですかさっき前振りがすごい、なんか芝居っぽいんだよいやいや、なんか みんなでバンドやってみる、あ洋楽器よってことですね、うん、とか、あシンプルだね、逆に洋楽器で思いっきりなんとか民謡をやりきるっていうのがまた面白いと思う、あなるほどね、
え、真面目に考えちゃいけないんですか。いやいや、いいんじゃないですか。真面目にいきましょうよ。すいませんでした。真面目にいきましょう。企画ね、俺全然出てこないわ。こういう間にも人のこと突っ込むばっかりで全然出てこない。ツッコミの方見たらいいですけど、安倍屋で、はいはいはい、やっぱり民謡っていうぐらいですから、いろんなお祭りあるじゃないですか、はいはい、お祭りに参加する。ああ、なるほど、ね、ロケみたいな感じで、はい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 、はいはい、気をつけてね、ほんとになんで一緒に行かない。俺だけかい。あ、一緒、みんなで一緒に、みんなで、ね、書かないと分かんないじゃん。自分の抱負じゃないんですよ、これ字ちっちゃいな。大きい首と字ちっちゃいな。なるほどね、お祭りね。それもなんかそのあれですね、うん、シーズン的でも。え、どういう祭り？どういう祭り？例えば花笠音頭とか、あの山形県の、あ、民謡にちなんだ。そう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 。あ、はいはいはい。例えば富山の風の盆とか。はいはいはい。行きたいな、みんなで行ってね、取材しみたいな。そう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 、ね、できればなんかね、こう知ってる先生方が出てるとこ行ってみたいな。はい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 、はい、ちょっと毎年来てるんですかみたいな。いや、今年だけですみたいな。いや、それはいいことですよ、絶対に。よし、よし。真面目すぎるとちょっと進展。はい、あ、これかな。これコメントをずっといっぱい表示するとかできないかな。こちらですね。ちょっとグッズも作って。あ、大事です。いいと思いますよ。見たいなと思います。はいはい、こちら。バトル式になっております。対戦型民謡歌手トレーディングカード。それやっぱりあれですか。それは死んだ先生はスーパーレアだよ。やめなさい。亡くなっちゃった先生はスーパーレアだ。あの歌うあのジャンルの民謡によってもなんか属性分けみたいな。そう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 。でそうやって子供たちもそれでこう歌手と民謡とか歌手とかをこう覚えてもらって、はい、薄毛の先生は弱いとかそういうの多いから。バキュン。逆に強いだろ。これどうすかね。民謡の歌詞本当か説というか。あ、試す。検証ね。検証。それちょっとさ、ロマンあるね。考古学っぽいな。面白そうじゃないですか。歴史っぽい。うん、例えばどういう。例えばじゃあ例えば大量歌い込み、うん、本当に大量取れるのかとか。例えば。はい、例えば。船か。いや別に釣りでもいいのよ。釣りでもいいのよ。その有名な民謡のところに行って本当にそこの人はそれを歌えるかどうかこうなんか試すのか。なんかこう子守歌みたいな感じで昔から聞いてましたみたいな言ってた。あんまり案外浸透してなかったみたいな。なるほどね。それを検証するみたいな、ね。はいはいはい。結構出ましたね。これどうですか。あ、どうぞ。ちょ、これはもう都内でできます。お。むしろ都内の方がやりやすいんじゃないかな、うんうん、街行く外国人に無理やり民謡を教える。おお。最近ね歌わせて、うん、歌わせる。あれ最近流行ってますもんね。そう、なんか無理やり教えてもらって歌ってもらってこっちも楽しいし向こうも楽しいみたいな。だそしたら逆に向こうの外国の人の民謡を歌ってもらってストリートバトルみたいなのでいい。あー、なるほど、自国の民謡をね。なるほどね。果たしてできんのか、そんなことが。企画の意味、企画の意味。これ、やっぱり最近、ね、映画とかでもなってますし。え、民謡カルタじゃないじゃん。そうだけど、そうだけど、これね、最近言ってたからね、最近言ってたからね、民謡カルタ。あー、よし、当たった。いやあの、民謡で、ね、上下で分かれたりとかするじゃないですか。上の句、下の句みたいな感じで。あ、もん、はいはい。はいはいはい、だから取るカードは下の句だけ書いておいて読むのは上の句から読んで先にこれみたいな。カルタですね。うん、もうガツイカルタ。ちはやふる。ちはやふるが今ね。なるほど。入ってますもんね。入ってますもんね。言えます？百人衆なんか1個ぐらい。え、あれ決まってるの？秋の田の、はい、なんだっけ。秋田の秋田のやつ。例えば民謡カルタだったらそうでしょ。民謡カルタだったら書いてあるのは下物だけ。小賀で小賀ぶり子だけとか、うん、なるほどね。わかりました。それもいいじゃないですか。面白そう、ね、面白そう。素晴
です。龍樹くんちょっとカンペくれてもいいですよ。あのもっとなんかだもっと出してとか指示くれて。5分間面白いとこなかったとか。うん、なんかそういろいろ。この5分笑ってないみたいな。ちょっとお金かかりますけど。あ、新しいの来ましたよ。ちょっとお金かかりますけど。あ、でもちょっと待って待って。安倍屋ファッションショー。例えば予算1万円で決めて、ヒルナンデスみたいな感じ。GU とか行って、はい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 、はい、あ、誰が一番おしゃれかみたいな。そろそろ。喉が乾いた。本日はなんつってちょっと一個聞くごめんね。大丈夫。その話まだ掘り下げたいんだけど、うん、本日は東京都西足立区西新井の次元さんという、もう、うん、足立区で一番おしゃれな。お店で一番だな、一番でも決定でしょ、うん、これもう今ここ今ね、足立荒川足しても俺一番荒川区は一個もおしゃれな店ないから、ね、やばいやめなさい、荒川区は一個もない、荒川に住んでるんだ、ね、生入りまーす、ありがとうございます、かわいらしい、かわいらしい、前通りまーす、どうぞアルバイトの女子高生かな生でーす、ここ借り上げてます、ここ借り上げてます、そういうタイプ、次元さんもぜひなんかよかったらちょっとください、なんかあ世界中で今見ていただいて、あら本当ですか、じゃ あ, あカメラ違う慣れてないんだよ、うまいんだから前通りますありがとうございます、大丈夫ですか、あごゆっくり、あ大丈夫です、じゃあ皆さんぜひ次元さん、ありがとうございます、ぜひお越しください、ありがとうございます、じゃあ乾杯しちゃって、はい、じゃあ一発目だからね、そうです、一発目でか復活、乾杯、よっしゃ、今日は飲みながら失礼します、失礼します、今日は一発目なんでお祝い、あ、美味しい、あ、美味しいね、じゃあ行きましょう、あ、今日一日お疲れ様でした、皆さんも、で、ファッションショーどうすか、ファッションショーいいですね、どうすか、なんか、で、決めるみたいな、誰が一番おしゃれか、なんかさ、出てくるね、今日、うん、いいっすか、すごいじゃん、ダメな人罰ゲームみたいな、うん、いいと思います。お気に入りの服破かれるみたいな。審査員は民謡の先生。ああ、それいい。それいい。例えば全部でやっちゃうと本当にそれこそ結構お金かかっちゃうんで、上だけとか T シャツとか でさ、普通におしゃれだと嫌だから、テーマを例えば平成初期の民謡の発表会の、はいはいはい、ああはいはい、入りの時の服みたいな。で、ああそうそうそう、個人個人で着ちゃうと国産生まれちゃうんで、着る人は統一して、ああモデルはそうか、モデルを統一して、モデルを統一して、なるほどなるほど、指定で写真、あで、あそれが、はい、この中で言ったら僕でしょみたいな、こうモデルを売ってきてるってことでそういうことじゃないそういうことじゃない、僕らじゃない、面白いと思います、うん、で負けた人が全額払う、ね、あまあまあいいんじゃないですか、あ、ね、で結局ゴチみたいになっちゃうゴチネタが多いですね、あとはどれぐらいでしょうね、あでもロケだったら結構いろいろあるんだよね、あーそうですね、ロケ例えば口で言った方が早いんだけど、まあ、視聴者の人に、ね、そうですよね、うん、やっぱら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 ね、もう先が回ってんすまだお先回ってね結局僕たち若いのに民謡とか三味線とかやってるじゃないですか、ね、恥ずかしい、だからその恥ずかしい、若いのにもなんかちょっとダメだと思うんですけどだけど、うん、いないじゃない、まあまあいないですよね、だ世間の人はどれぐらい民謡とか知ってるのかっていうのは気になるんですよ、そりゃそうだ、ソーラン節の歌詞全部知ってる人を探す、あシンプル、あ有名な「にしんきた方」を「かもめ」にといえば「にしんきた方」「にしんきた方」って福島県専門なんじゃないそう、そういうなんか一般の人の民謡の認知度みたいなのを調べるような企画、はい、俺やしかも若い人狙って、そうなるべくね、うん、やってみたいんだよね、あ60代の。いや若くねえだろ知ってる民謡だから 5曲か10曲言うまでみたいな、もちろんそうですね、捕まえて若い子、そうだから若いなやってない知らない子たちに向けてこう、うん、やるのいいかもしれないね、うんうんうん、街行く人を、街行く人はね、それはありかもしれないですね、あとはやっぱこれかな、まあちょっとこれごめんね、辰政だけがかっこよくなっちゃう。
なんで俺がかっこよくない。いやでも辰馬さんいつもなんかさ痛い目見てるっていうかなんか三枚目みたいな役割してるからたまにはそういうのを作ってあげてる企画を。辰馬さんだけが目立っちゃう。振りが効いてるやつ。まあずるいやつかな、はい。だけどたまにはいいんじゃないかってことで。いやそれはそれはそうよ。ぜひ中国大陸ヒッチハイク。やめてー。やめてー。やめてー。それやったらね。最近。タジャンハオじゃなくて皆さんこんにちはじゃないよ。いやそれ見たいわ。俺は見たくないわ。見たい。何するんすか。気をつけて本当に。また俺だけや。せいろがんは持ってって。本当に。お腹痛くなる前提で、ね。いや何があるか分かんない。太田製薬と。太田さんね。太田製薬が会社ごと持ってた。太田さん。ありがとう。ちょっとごめんごめん。今これを持ってちょっとカメラの前にいてくれる。もう始まっちゃった。始まっちゃった。こっから誰か。こっから中国にスタートするの。すごい。だとしたらこれ飛行機おごってくれるみたいな。カンナナで、あ、俺近くまで行くよってトラック運転手いないから。闇ルートで。ない。売り飛ばされる。羽田までだったらとか。ああ、徐々にね。羽田から誰がこれ持って連れてってくれるんですかこれ。羽田でさ、車内でこれ持ってるやつ。やばいなそいつは。警察に捕まりそう、うんうん、で次のコーナーに参りたいと思います。あ、いきなりクール。じゃあ次ははい、あれなんでしたっけ、あ、外の三味線の全国大会がもう間もなくですよ。あ、確かにそうです。いろいろルールがあるんですって。うーん、三味線の大会にも、うんうんうん、制限時間っていうのがまずあります。あ、そうなんですか。僕知らないんですけど、制限時間があります。はいはいはい。1人30秒、2分30秒、うん、なるほど。これに唯一辰馬さんこの中で代表して、まあ僕らを代表して出るわけですから、うん、本当に分かんない人からするとあれかもしれないですけど2分30秒っていうのは、その一つの津軽ジョンガル節っていう曲で自由に演奏するもんで、制限時間が決められてるんですね。それを超えると失格なんですか。人としてですね。そこまで そんな厳しい。そこまで問わないわ。いや原点だと思います。原点だと思うんです多分。ただこう同じ奏者同士の中でやっぱちょっとなんか出しすぎてるなっていうので、やっぱりちょっと人としてっていうところがありますね。まあまあ空気は乱してるよね。何かの空気は乱してる。優勝した時でもランプ光ってらっしゃいました。光ってましたね。ただみんな感動してたんで、まだ終わらないでくれっていう思いが自画自賛がすごいな。こだましてたんでね。すごい。今日は時間がないということで30秒、はい、これをこれをちょっとこのなぴったし30秒で演奏を辰馬くんは終えられます。ちょっと、うんうんうん、30秒、要するに何もない状態で自由に即興演奏を始めてぴったし30秒で終われたら辰馬くん丸ってことですよね。はいはい、大事ですよね。それは大事ですよね。これちょっとじゃあ龍樹くんに測ってもらって最後の最後に発表してもらうことにしよう。あ、なるほど。放送の最後の最後にね。放送の最後の最後までやらない。いやいやいや、ここやってやってやって。ああ。聞いちゃうとさ、次それで生じる合わせ。そうか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 。それはそう、フェアにするためにね。うん、音合わせから。で、いやもう要は自由で要はスタートって言ってからでしょ。ああ、わかりました。一回試しにさ、スタートからちょっと30秒間ちょっとなんか。いや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 。雑談してここまでですっていうのをもらう。いや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 、もういきなりぶつかる、ぶつかった方がいいでしょう、うん、ぶつけぶつけ、もういい別に、俺もそう思ってた。じゃあなんで提案したんだよ。じゃあコウキ君もいけます。僕も尺八で、いや三味線で、三味線で。そしたら1秒ずつ1秒でトーンとしかできないんですけど、でもそれでもいいです、それでもいいでしょ。わかります。そうしようか。コウキ君もじゃあ三味線で、三味線でやりましょう。なんか罰ゲームとかやるんですか。じゃあ一番遠かった人が罰ゲームを。わかりました、はい、じゃあそれでは順番決めましょう。じゃんけん、いいよ。最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。どうでこういこうよ。じゃあ僕一番いきましょうか、はい、やっぱ最後は一番体に入ってる人がやるの。いやーです。後期のなんかお合わせみたいの聞いたらやりにきー。なんかそれわからないな。これで大丈夫です。じゃあリュウキ君30秒ちょっと測れますか。はい、証言が分かんない。何弾いてもいいんですよね。僕はセリフから入ろうと思います。知らねえわ。もう楽器いらないじゃん。数えろ。スタート。はい、それでは皆さん。
30秒という時間まで私のお話に。ゆく30秒いきますか。はい、30秒ずつ自由な曲を演奏して一番30秒、誰が一番30秒に近いのか。30秒ね。よし、いいですか。じゃあ大きい声でいいですよ、どうぞ。よーい、スタート。おお、狂わされるこれ。コウキくんの桜なかなか聴けませんから、三味線ももう10秒ぐらい経ったかな、ねえ。36秒だとしたら三六章を差し上げます。最初から三六が良かったよ。失敗した。もう行く、行く。え、マジ？はいはいはい、はい、ストップ。よし、おお、なるほど、お見事でした。よし、これじゃあ時間メモっといてください。今のが果たして何秒？全然わからない。じゃあそれではいいですか、準備は。なんかいります、なんか既存の曲とかで帳尻合わせるのやめてくださいね。あー、なるほどね。はい、なんかこの曲だいたいイントロでも30秒だろうとか、本気で既存の曲やってる。いや、でもあんなの分かんないじゃないですか。それはそんな、だって分かんないもんね、どの曲やったって分かんないでしょ。いや、ジョン・ガラのここまでやったらだいたい30秒とか。あー、それじゃなしにしましょうよ、だって僕が不公平じゃないですか、それは。てか俺そんなコートやんねえから。じゃあとりあえず聴きましょうか、ね、俺思いっきりジョン・ガラ弾こうと思ってたわ。はい、じゃあいいかな、次銀さん。お願いします。よーい、スタート。どういうこと？セックスライダー。お、そう、アンニール。すごい、大クセモンじゃん。この街で一番のラム酒をくれよ。Oh my honey、 ダイナミック、ダイナマイ、ダイヤモン、ダイナシー。 OK。 これ30秒だよ。これちょうど30秒。これは即興なんすか？当たり前だろ。素晴らしいね。今のはすごい。これちょうど30秒で、今見てる人も分かったと思う。次じゃあ金三郎さん。じゃあ、じゃあ、あのダイナミックとかダイヤモンドのあのあたりのよかったろ。よかった。山田君に聞かないと。じゃあスタートの映像。自分でスタートしたの自分で言う。じゃあ自分で、うん、お願いします。始まった。これ泣いたよ。数えてねえ、数えてないから。セックスイレイでーす。はい、おい、でもなんか時間はリアルだったな。みんな割とでもバラバラっすね、時間のこのタイム感は。いや、早かったかな、俺後期長く感じたけどな。まあ、後期1分ぐらいある気がする。そんなやってましたかね。酔ってたよ、自分の演奏に酔ってたよ。僕はジャースちゃんの方がいいですか、これ。いやいや、そんな、そう、大会でしょ、大会、大会でしょ、はい、それに向けての、向けてのね。面白いよ。石垣島から見てる方がいます。ありがとうございます。寒いっす、まだ東京は。
声出れますからね。電波の問題とかないですしゃ。じゃあ、タトノさん行きましょうか。一番30秒に近い男ですからね、こんな、はい、どうだね。現在今、途中から見てる方も何回もアナウンスしますけど、はい、今30秒ちょうどの即興曲を作って誰が一番30秒に近いか、最後の安藤辰正くんのターンです。お願いします。はっ、これ終わりそうだね。何にも分からなかった。顔が変になっただけでどういうリアクションか全然分からない。じゃあ明日から戻れなかった。これちょっとでも測りに行ってた感じだったね、途中から。測りに行ってないですよ。途中から測り行ってたな。なんだそれ。まあでも30秒に近いっていう、まあこれはゲームですから。そうですね。ゴチと一緒に3位に発表して。あ、3位から言おうか。そうですよね、それが楽しいかもしれない。3位から言おう。じゃあ龍樹くん、順位お願いします。もう出てる、順位出てる。結構何、ごめん、1位と最下位の差って何秒？17秒あります。俺もそんなもんか。いや、そうだな。まあまあ、行こう。第3位お願いします。第3位、銀座ブローさんです。おー、ねー、セクシーレディー。あれ、セクシーレディー。ちなみに何秒ですか、何秒ですか。45秒46です。長いんだ。あれ、なんか分かんなくなってきたな。長いの。俺でも長かったかな。ちなみに全員オーバーをしてます。全然ダメじゃん。30秒ダメじゃん。審査しやすいよね。で少ないと、あ、真ん中だ。25秒の人と34秒の人のやんなくていいもんね。じゃあ2位、金三郎さんです。おお、どちらかが罰ゲームして、どちらかが1位ってことですよね。つまらん曲弾いたね、俺ら。本当に真ん中取っちゃって、うん、タイムが37秒31です。あー、まあまあまあ、結構いいタイムだわ。じゃあ、どっち1位のタイムは何秒なんですか、ちなみに。32秒34です。すげえ、すごい。おお。なるほど。番組的なこと考えてる。1位だけ聞こうか。うんうん、1位聞く？最下位。1位聞きましょうかね。うん、ドルル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 49秒です。あ、でもそんだって47秒でしょ。そんな変わんないよ。確かにね。どっちかというと俺の方が自分の曲に酔ってる。そうですね。じゃあ俺罰ゲームですね。罰ゲームやりましょうか。今日罰ゲームこれいいんですかね。モノマネでしたっけ。モノマネなの。カラオケ流すんで。それに今日の罰ゲームなんでしょう。あ、じゃあ買ってきてくれた方、はい、お願いします。はい、本日の罰ゲーム、このビリビリライターでございます。ビリビリライター、こう、知らないだいたいピンとくるでしょ。カチンってやったらビリってくるやつです。あ、なるほどね。ただ、これ、なんか普通にバシッてやるだけじゃあ、みたいなのはあれなんで、5秒。あ、何？押した間はずっとビビビビビなの？はい。1秒だとどんな感じだ？1秒だと1秒だったら単純にこれの5倍ってことだからね、うん、じゃあ3人でじゃんけんで負けたやつが1秒やろう。1秒、うん、いや5秒やってもらおう。もういきなり5秒カウント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 カ
急出しから終わりまで。俺無理。ちょっと待って。絶対無理。ちょっと待ってね。うわ、尺八の人なのに。こびよね。尺八の人なのに三味線弾いて罰ゲームから。はい。どうぞ。これ5秒これ5秒無理でしょ。そんなに結構来るね。いやいやいや、言い過ぎ言い過ぎ怖い。もう一回トライしてみようかね。そんなにそうだね、すごい感覚残ってるな。じゃあ逆手でやった方がいいじゃん。逆手でどっちも残る。いきます。どうぞ。ああちょっとこれ5秒無理だ。5秒無理だ。リュウキ君すごかった。これはよく耐えてたわ。そうでしょう。これはちょっと本当に5秒は。で、銀さんやってみます。負けてないもん俺。そうですね。まだね、他にもいろいろありますから。怖い。ここでもう、じゃあ今ちょっと最後もう一回笑顔で。なんで何回もやらすの。5秒も5秒だった。いやいやいや、足しても5秒だった。足してもまだ1秒いってない。1秒いってない。いやいやいや、結構きついっすよ。最後笑顔で負けました。負けました。本当にそんな怖い。いや、コウキ君リアクションがいいよ。いいですよ。結構来るよ。結果コウキに良かったですね。結構来るよ、これ言っときますけど。うちの仏壇に置いたってやつな。死因これかもしれない。どこでドラップ仕掛けてる。あ、これ明日うちの親にこれ仕掛けよう。お線香。星雲が暗雲になっちゃうね。ジュースジュースダイナマイ。はい、さあありがとうございました。30秒設定で頑張ってください。それ次の大会期待できますね。ただオーバーしちゃってますからね。いやいやいや、あのほら頭のジャジャジャが投げてる。でもこれ見てて大会出る人はもしかしたら、うん、最後の最後で帳尻合わせでじゃあ使わない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 。他に帳尻合わせいっぱいあるでしょ。時間残っちゃった。ダイヤモンド、ダイナマイト、ダイヤモンドみたいな。むしろ参考にするってよりかは舐めてんなと思う。あ、やめろやめろ。びっくりした。ずるい。これすごいね。じゃあそれでは次は何でしたっけ。次ちょっとまず一回生ビール頼みますか。飲みたいだけ。これ乾杯だけです。乾杯だけ。乾杯だけですか。こっからは我慢で。我慢で。厳しいな。さあというわけで次は次のコーナー行きましょう。残り15分。あの、まあもうそんなもん結構早いね。まあ、1時間ぴったりじゃなくてもいいと思うんですけど、だいたい目安でね、うん、これ月1回やると結構なウェイトだね。何気に確かに、うん、頑張ってやっていこう。みんな生放送、この間の生放送毎月月に1回やって繰り広げていこうかなと今はい想像してまして。いいんじゃないでしょうか。楽しいですね、やっぱ久しぶりにやるとね、うん、ということで次の企画ははい私からじゃあ、あ、尺八で、尺八の、はいはい、じゃあいいよろしいですか。はい、尺八の音色を皆さんにお届けしたいと思うんですけど、はいはい、いいですね。ただお届けするのではなくてですね、はいはいはい、うちの AD リュウキ君がはいはい、はい、お題を決めます。はいはいはい、そのお題をコウキ君に見せまして、はい、お題、何でもシンプルなお題を見せまして、うん、コウキ君がそのお題に合わせて即興曲を作ります。そのタイトルイメージしてね、そのイメージしまして、うん、僕がイメージして、何のお題をイメージして作ったかを残りの愚かな3人で当てていこうじゃないかという。わかりました。クイズ形式の企画になります。これはコウキ君の音楽性も優れてますから。そうです、要は言葉や物を音に変えられるという、はい、もうそのまんまダイレクトに変えられますから。これは罰ゲームとかあるんですか。もうないですね。これはないですね。まあでもあまりにひどい回答があったらバチッと分かりました。もしくはなんか全然違うじゃねえかってなった場合は。確かに確かに確かに。なるほど。やってやるかな。ええってなるかもしれないもんだってね。そうそうそう、みんなルール分かってましたかね。分かりました。要はあるお題を僕らは見ないで、彼がそのお題をイメージした曲を即興で作って、うん、何のお題だったのかっていうのを当てるゲームです。ちょっと、うん、一問は答え見せて、視聴者の皆様には答え見せない、うん、2問目からそうしましょうか。1問目まずちょっと1問目はそのフリップも写して、じゃあ頑張っていきます。いきましょうか。コウキそっち行っちゃうの完全に。あ、一回見ないとね。俺ら顔隠すよ。僕ここで見てそっち行きますね。じゃあはい、で行って、でフリップを1回
あ、一回これ視聴者の方にも見せて。ルキ出したりみて。はい。閉まったら教えて。で閉まって曲聴くまで見てないの時差があるから。あ、そうです。で曲聴くまで。はい、お願いします。はい。言います。うん、はい。でもちょっとイメージ違うかもな。これは僕がダメかもしれないけど。ちょっとでもこれ陽気な感じがしたんだよな。うん、そうなんだよね。ちょっと、うん、自分の中で60点ぐらいですね。いやなんか陽気な感じでちょっとなんかお祭りでも賑やかな感じ。はい。こんなイメージは上司が酔ってゲロってるやれれ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 じゃないわ。いや嬉しいっていうかいつもその嫌な上司が飲もうぜ飲もうぜみたいなイメージ。なるほどね。はい。パチンコ屋の真相回転。あーでもねでもねでもね、近いところあるよね。そうですね。近いところあります、ね。めでたい感じは。あ、めでたい感じ。めでたい感じ。あ、ヒント出ちゃった。めでたい。ああ、これだな。はい。はい。上海のテーマソング。上海離れろや。なんか僕なかったですけど、なんか。ちょっと中国感でしたよね。はい。はい。賑やかな感じでだったんで、近所の公園に。新しい遊具ができたけど、変な遊具ができた。あ、違うの。もうね、これそのメロディーあんまとらわれない方がいい。その陽気な、明るい。じゃあ真剣なやつ。テーマパーク。あー、近いよ。お、テーマパークが近い。あ、わかった。ちょっと当てに行こう。まだ当てに行ってなかった。まあそんな感じしたけど。ああ。大江戸温泉。ああ、うん、いやでも違います。違う。テーマパークの方が近い。テーマパーク。そろそろ答え出しましょうか。いやいや。じゃあ最後じゃあ。リンさん。これ多分正解じゃないか。お米たくさん取れた。ああ。創作的な。正解いきます。正解はこれです。入学式。わかりました、わかりました。まあこんな感じです。なるほど。ちょっとなんでやねん。今のはデモンストレーション。そうそうそう。第2問お願いします。第2問はあの前の皆さんもちょっと考えていただきたいと思います。何でもいいですよ。あ、一緒に考えるからいいか。そうですね。後期の傾向を掴んでいこうよ。そうなのよ。そこだよね。そこですね。イメージに対して後期がどんな風に作っていくかっていうのの癖をいいこと言う探らないといけないんだよね。全然入学式とかこれやるのわかりました。はい、あでも俺これわかんないな。でも気持ちだよね、これの気持ち。お、いいよいいよ。ヒントがある。これの気持ちだそうですよ。それの気持ちね。いきましょう。じゃこっちでお願いします。これですね。これ俺間違ってなくない？いや、わかります。わかるよね。なんか迫ってきてる感じよ。迫ってきてる感じ。これかな。酔っ払って次の日起きた時に財布と携帯ない。自分やん。さっきそれ自分じゃない。酔っ払ったシリーズ何なんすか。そのなんか酔っ払ったシリーズ何なん。日常。日常でも今その曲だったでしょ。あ、でもその感情間違ってないですよ。あ、感情ね。やべえ的なね。そう、やべえ的な感情は間違ってないです。え、これかな。はい、コンビニの前に不良。間違ってないですよ、感情は間違ってないですよ。嫌だし、足立区だから余計ありえるし、やめてください。これからこれシーズンなんじゃないですか。
はい、これからこれシーズンですよ多分。あ、そうだよね。おそらくタクシー全然止まらない。どういうシーズン？どういうシーズン？なるほどね。これからこれシーズンですよ多分。そう、いろんなとこ行ったけど。休館日。あーでも、うん、酒やめろや。やってなかった。休館日なんかじゃん。やってなかったっていう。ああ。で、来た。辰巳君どうぞ。預金がゼロ。これからそのシーズンになるの。これからそのシーズンなの。これからシーズン。そのシーズン。春？春？春。まあ、春。え？春ですって。でもちょっとシンプルな音で表してくれてたなと思ったら、これじゃない？出産。ヒーヒーそれもいろんなシーズンあるでしょうよ。出産だ。ラマーズ。これでもわからこの気持ちわからない人もたくさんいますって多分。半々ぐらいだと思う。ああ。ああ。ちょうど服でかい声でかい。はい、半々。迫ってくる感じです。迫ってくる感じ。メンバーの中でも今日ちょうど半々。花粉症正解。すごい、よく分かったね。俺辛いですもん。素晴らしいです。絶対見た。見てない。あと1問ぐらいやりますか。やろうもう1問ぐらい。見たってなんですか。次回、次回これで1時間いく。悔しいなぁ。もうすげー。俺もそっち側行きたい。1回ぐらい。今日はこっちでいいですけど。さ あ当たるじゃん。だから当たるってことなのよ、音で。あと隆起の傾向も読む。そうだな、そろそろ。あ、そうですね。なんか最初なんだったっけ。入学式、入学式花粉。あー、シーズンものね。シーズンものだね。はいはいはい。ここでちょっと吹っ飛ばす、ね、ここでまた違うやつ来る。なんだろう、春系かな。サワラ。なんで魚に春。わかりました。魚に春。今こっちの吹でいいですよ。映るところで吹いた方がいいんじゃないですか。あ、これはクイズ。ちなみに、はい、視聴者の人のクイズね。はい、当ててくださいね。こんな感じです。一緒に考えましょう。はい、こんな感じのイメージです。僕はいい曲だったからもう一回聴きたい。孫悟空。え、あ、でも人物、うん、人物です。人物、はい、人物です。皆さんでもこれだけ分かっててください。俺が思うその人のイメージですから。俺が思う風見慎吾。俺が思うだって。まるでブレイクダンスか。軽快な感じ。ちなみに大ヒント言います。業界人です。何の業界。我々のてるてる。え、つるつる。みんな知ってます。え、つるつる。やめなさいよ。影を探すな。自分のライブラリーの影を探す。割となんか音楽こういうの弾いてるなってイメージな。僕今から。もう一回な、もうそれっぽいの弾いて。ちょっともう一回。なんだろうな。で、その人第2弾みたいなのできます。なんかみたいな。わかる？いや、わかります。わかるでしょ。ごめん、俺わかっちゃったかも。え、ちょっと待って。俺わかっちゃったかも。業界人。わかっちゃった、わかっちゃった。俺マジでわかっちゃったわ。もうボケなくていい。いいですよ。うわ、マジかよ。業界人ですからね。どうぞ。みんなちょ前向いてて。これじゃない？違います。違う。全然違います。和楽器バンドじゃない。さあ、バントになってますし。個人名ですよ、個人名。個人名です、個人名。わ、和楽器バンドの人すいません。みんな結構身近ですよ。うん、なんで身近に。逆に、あー、トゥル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 。身近な人か。いつ乗ろう。あー、わからない。このコーナー楽しいって嬉しい。この業界の長野県から。でもこれ僕しかわかんないかも。ん？え？一緒によくいる人しかわかんないかも。一
一緒によくいる人うん、一緒によく、うん、年間通せばいる。年間さくら、さくら犬の目さくらじゃなかったそうですけど犬じゃねえわ業界の人でしょ業界の人で身近な身近な年間通すとよくいるって。次でも答え出します。川島しのぶ。違います。そんな年間一緒にいないし。分かった違います。でもよく遊んでんじゃない。遊んでない白藤ひかりちゃん。違います。正解いきます。ちょっと待って、じゃあ最後辰馬さんいきましょう。悔しい、全然分からんあ、分かった。浅野翔。翔さんの字、翔字の字違うけど違います辰馬さん違います。でも惜しい。答えこれです。銀座風呂。サウンドチェックよ、割とこういうの弾いてるからと思って。ちょっと一回そのフリップよこしな。ちょっと一回そのフリップよこしな銀座風呂のローの字。ローの字をローの字を隆起が間違えんねこれ俺のおじいちゃんのやつね。コマサブローのコマサブローのローの字これ俺ショックだわ。俺2000万だもん皆さんもね、もう一個ぐらいやっていきますか。大丈夫ですか。あ、いやもう時間がなくなっちゃったんで、こうちょっと伸ばしましょう。あら、もったいない。もう一回ぐらいいっときます。人の話聞いてですよあと4分。もう一個今日企画が、あ、そうです、貴重な楽しい企画があります、うん、学生さんもたくさん見てて、春は出会いの季節ですけど、お別れの季節でもありますからね。アベアのやっぱフォロワーというか、いろいろね、こう気にかけてくださってる人は若い人が多いんですよね。学生さんが多いんで、はい、卒業シーズンということですね。最後に、今日の生放送の最後にアベアから1曲卒業をテーマとした曲をお届けしたいと思います。これアベアからとかもう辰政からですね。ちょっとそうですね、ボーカル、僕らもバンドです。毎回卒業とか時に、去年もそうでしたけど、僕じゃダメじゃないですか。今日はですね、夏政くんから耳がすごい熱いメッセージがこもった曲を、何を歌ってくれるんですか今日は。今日はグリーンの奇跡を。おお、出るんかいこれ。今日本気でそういう曲を最後に、この楽器を使われた目線シャカチ、そして私はドラムス、バケツを叩いてですね、辰政くんがマジ歌で今日は終わった辰政くんのマジ歌で今日は終わった。しかもグリーンですからね、はい、高めですよ。辰政くんが奇跡を起こすのか、これを聞いた学生さんたちが奇跡を起こすのか、学生さん側でしょうねきっとどっちも起こしましょう。ちなみにこれ原曲キーなんでね。そうです、ね、いきましょうか。まずどっから出るんですか。行きましょう。バーン。今言いましたけど、グリーンって確かさ、青森の人たちじゃなかったっけ。いっぱいいます。なんか、そうなんだ、沖縄の人もいるし。ああ、じゃあどうでもいいわ。どうでもいいはよくないでしょじゃあ、ドラムからお願いします。はい、バーン。前奏とかあるんですか。ないです音出ない。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。寄り添って歩いて、とまらないよ。
来月も見てくださーい。おめでとうございました。ありがとうございます。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。